こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきましょう。これで準備はできたかな。さあ出発だね。日に焼けやすいの。私ね、ちくわぶって名前の朝のトレーニング。こんな私がね、トレーニング頑張ってるわね。言っただろ、いい感じよ。成果は出たのだろうか。すごいわ。これからお出かけ。体動かすのも大事だよね。行ってきます。待っててね。うん、さて。ちょっと椅子が助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。イノ先輩、一緒に行きましょう。収集クエスト。時は町、町でいいわよ。生徒会長兼よさこい部の部員なの。クエストへ出発。一汗かいてお風呂に入りましょう。えい、サポートするわ。この速度落ちるのか。モーリー、アーゲ、ヨー。私が助けるね。行くよ。やむを得ないね。サポートするわ。タオルが。お掃除しましょうね。行くよ。厳しいわ。こんなのどうってことないわ。私も頑張るから、うん、えい。いやあ、チェンジした方がいい。厳しいわね。まあ、こりゃまたきつそうなのが。いつでも準備いいよ。えい、どんどん行こうぜ。時は町、町でいいわよ。遠足みたいでちょっとワクワクするわね。さあ行くよ。えい。おー、これサポートするわ。どうなっちゃうのか。
まだまだ。これも自身なんだ。これは痛いわよ。まあ、塞がせてやるんだからと言って回復魔法ゆうちゃんのひどい。ゆうちゃん攻撃魔法と勘違いするよね。いや厳しいわね。私も頑張るから。一つで倒してしまいます。ここは使うところ難しいところ。一丁やりますか。負けないぜ。15,000。こちらもチェンジ。向かってくるなら戦うよ。ピシッと決めちゃおう。時間をかかった。危ない。お仕置きだよ。よかった。みんな元気そう。黄色モザイクか。異世界だからって勉強はサボっちゃダメよね。生徒会長らしい。じゃあ始めましょうか。張り切っていこう。まだまだ。ワンツーダウンアップ。こんなのどうってことない。危ない。タオルが痛いよ。行くわよ。おっと死なない。アップきた。いくよ。レベル5か。こうなったらチアパワーで。じゃあ。防御力もついてくるのに美味しいです。強いな。気をつけて。こりゃまたきつそうなのが。気づいたかい。こっちからほとばしるオーラに。タオルが。私が手伝ってあげるわ。厳しいわね。よーし、ドーンと行っちゃうよ。一人一人戻せる。張り切っていこう。えい。負けないぜ。僕の力では朝飯前かな。小羽は仲良しだ。反復練習って大事なんだから。大丈夫？忘れ物はない？みんな一緒だから大丈夫だよ。タオルが。ああ、私が助けるね。これも温泉の効能ね。ワン、ツー、ダウン、アップ。すごいな。ああ、やばいやばい、ちょっとやばい、小羽がやばい。気をつけて。これは痛いわよ。
いや、私も頑張るから。あれ、体調が。やだ、やむを得ないね。いいだ、まだまだ厳しいわね。モーリー、アーゲ、ヨーホー。いや、こんなのどうってことないわ。正義の鉄槌を食らわせてやろう。クリティカル。どんな敵でも恐れドーンといっちゃうよ。これならどうかな。お風呂に飛び込んじゃダメよ。石鹸は。あら、ありがとう。温泉に浸かる前に綺麗にしなきゃ。あなた、綺麗にしましょうね。洗い残しはないかしら。いい湯加減。うん。染み渡るわね。伸ばせちゃったかしら。オーラに。お願い、当たって。あれだ、当選系や。タオルが。絶対に許さない。もう見たくない。石鹸は厳しいわね。気づいたかい、僕からほとばしるオーラに。あれは作り物の金庫。このままじゃまた死ぬか。それなら私は戦うよ。そろそろ現実を見て。チームワークバッチリだったね。時は町、町でいいわよ。生徒会長。ありがとうレス、とても助かりました。ヒョコセット。おはようございます。今日も頑張りましょう。いろいろありますね。ケアマックスもちょっと気になります。これ引き継ぎありますからね、この後。でもこちらを引きます。左辺、無人島、アイドル生活、ピックアップ召喚。開きますよ。なんか来る。星音か。で、星4の方です。行きますか。イノ先輩、一緒に行きましょう。みんな準備しよっか。イノ先輩、異世界だからって勉強はサボっちゃダメよね。次、
月属性。さあ、行くか。よし、頑張るぞ。いろんな薬を混ぜてみたよ。ピントを合わせて。何があるかわからないからな。何があるかわからないからな。これで勝てる？勝てちゃう？1、2、3。やられる前にやっちゃえ。慣れれば気持ちよくなりますから。慣れれば気持ちよくか。後悔すんなよ。ほらほら、頑張れ。ギャラクティック。よし、それじゃあ早速。行きましょう。電波発射、危険電波。さあ、どこからでもこっそっちは任せる。どうした？ざっとこんなもんだろう。異世界だからって勉強はサボっちゃダメよね。初級？月でボーナスがあるキャラを選びましょう。って意外とないのか。あ、いたいたいた。ヘモ選びたい。月は結構キャラが揃いにくいのかなと思います。行きましょう。一丁やってみるか。まだ立ち止まれないからな。やられる前にやっちゃえ。メテオアタック。ほら、手貸すから頑張りな。ほら、手貸すから頑張りな。なんか体が。やられる前にやっちゃえ。いける。メテオアタック。相手してやる。ほらほら、頑張れ。やられる前にやっちゃえ。ファンの皆さんのためなら。慣れれば気持ちよくなりますから。ピントを合わせて。無茶すんな。慣れれば気持ちよくなりますから。プロミネンスみたいに熱々だよ。双眼鏡で月を見てみよう。手貸すぞ。終わった。時は町町でいいわよ。生徒会長兼
よさこい部の部員なの。そうそう、本気で倒しに行かないといけない状況です。もう一回ヘモ一丁やってみるか。夏の女子高生をなめるなよ。やるっきゃないよね。メテオアタック。ほら手貸すから頑張りな。ほら手貸すから頑張りな。しずきじゃ全然防げない。いろんな薬を混ぜてみたよ。1、2、3。反復練習って大事なんだから。最後ですね。せっかくだから最初からヘモ出しましょう。行ってきます。負けられないよ。やられる前にやっちゃえ。ギャラクティック。これ強化あるんだけど、何があるかわからないからな。何があるかわからないからな。まだまだ。立ってられるかな。皆さんのためなら慣れれば気持ちよくなりますから。ピントを合わせて。もつくんだ。痛いです。なんか体が痛いです。嘘だろ。さあヘモ登場。私なんだか緊張してきました。これが私のイナ先輩への気持ちです。さあさあ張り切っていきましょう。時は町、町でいいわよ。
どんどんやって強くなりましょう。結局ヘモなんですよね。ヘモ使いすぎだろうということで。でも結局ヘモなんですよね。さあ行くか。逃げたい。いろんな薬を混ぜてみたよ。ギャラクティス。立ってられるかな。やったな。やるっきゃないよね。そりゃほら手伝ってやるよ。やるっきゃないよね。クレーターができちゃうかも。すんなよ。手貸すぞ。なんか体が似合いそう。プロミネンスみたいに熱々だよ。双眼鏡で月を見てみよう。オッケー、チャンス。何があるかわからないからな。負ける気がしねえな。先これ打った方がいいね。まあ、私にかかればこんなもんよ。時は待ち。私に任せときな。来たな。負けっかよ。やるっきゃないよね。そりゃ。立ってられるかな。やったな。やるっきゃないよね。クレーターができちゃうかも。やるっきゃないよね。眠った。何があるかわからないからな。そりゃ。必殺。なんだっけ。相手してやる。手貸すぞ。やったな。なんで。やばいやばいやばい。よかったよかった。ほら手伝ってやるよ。返しのが4。いろいろ素材ももらえるんですね。おいしい。異世界だからって勉強はサボっちゃダメよね。ちょっと忙しく。ありがとうございます。すっごく助かりました。
先輩。消去敵やれんのかな。できそうですね。敵とタイプはなのでリスクは伴いますが行ってみましょう。なんか速攻がいいですね。この相手だときっとランプ七夕バージョンとか関谷なるとか関谷なる行ってみますかね。皆様そろそろ出発しますよ。こんな海賊強かったからな。私に任せしょー。ここまでです。女海賊、いや女海賊じゃないやん。よくやな。嘘だろ。悔しいな。さあ今のうちに防御力上げた方がいいですね。ほらしっかりして。途中降板なんて。本当だ。頑張れみんな。おのこしはダメよ。3000、もうちょっとだ。悪さは許しませんよ。これでどうですか。えや倒しました。よくやったな戦友たちよ。何もなくてとにかく攻撃ですね。みんな準備しよっか。もう一回戦います。ちょっとパーティー変えよう。なんかやばそう。まあ本来ならメンバーの方が強いからな。結局この旅が無事に終わりますように。ごめんなさいね、ちょっと痛いわよ。さあ今のうちに。ほらしっかりして。やってやろうじゃない。おやくら。ここからが本番よ。エプロンに穴が。ここは任せてください。くな。それ何するんですか。今度はランプが。私にどんどん任せてよ。全然おらん。これでどうですか。
手ごわそうかな。もう許してあげないんだから。私だってやる気ですよ。こんなのずるいよ。夏美屋の子、行きます。やるしかないわね。こうなったらわらわの力が必要か。仕方ないね。一番の汗。えい、ごめんね。えいや、私もやりますから。ほら、しっかりして。困らないですね。北沢美咲、ひまりとは幼馴染でずっと一緒だったのよ。少し助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。イベント復刻コールチケットか。これって召喚するとどうなんだろう。ここに使うのか。行ってみましょう。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。今日も頑張りましょう。早朝、早起きは三文の徳。こっちは今だけ。星結晶は交換できない。の前に、秘蔵写真ってなんだ？交渉成立。交渉成立。近道魔族。交渉成立。近場でフルーツタルト。交渉成立。交渉成立。あとレベルアップが近いですね。中野あずさは武器スキルレベルがまだまだカオ先生は求め合うところです。こんな感じか。というわけで今回は無人島アイドル生活収集クエストと超強敵クエストに挑みました。次回は後日談かな、お届けしたいと思います。
ここまで見ていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しています。よろしければご覧ください。またキラーファンタジア、今まで遊んだ動画プレイリストにしております。こちらも URL 説明欄に記載します。ぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。